パンパンね、パンがちょっと強いというか、パンですね。今からローガルパンとやっていきます。パンがキレイになってる。おいしいよ。小川先生のメンテナンス日です。イエーイ。ゴリゴリですね。肩の治療でくびれまでできます。これめちゃめちゃ楽なので、まあ、お顔のチェックもしていきたいと思います、はい、で気になるのが眉間のシワとのことなんですけど、はい、ちょっとやっぱり目がかなり疲れてますよね。疲れてます、うん、重たいね。あれですね、夜のスマホですね。はい、悪循環です。見なけりゃいいのに、スマホを見なけりゃいいのに見なけりゃいい、はい、それでやっぱりあれですね、ブルーライトの光 で余計に交感神経が優位になってしまうっていうのもあります、はい、分かっちゃいるけど。分かっちゃいる。この眉毛の上ですね、かなり盛り上がってる感じが、うん、かなり筋肉が発達して硬さで盛り上がってる感じがあるので、どうしても硬くなってしまうとまぶたがですね上げれないっていうことになるので、しっかり眼輪筋をほぐしていきますね、うん、はいはい、一緒に頭皮もほぐしていきましょうね。クマですね。クマ。で目の周りがやはりそのスマホで連呼しますが、うん、クマもどうしてもやっぱり血流が悪くなってしまうので出てきてしまいますね。気持ち左側の方が濃いですね、色が。両方とも気になってしまって、うん、あんまり両方ともあるんですけど、はい、左側の方が色が若干紫色がちょっとあるかなっていうか。あとはたるみですね。たるみ、はい、やはりこっちの左側の方が、右側はシュッとしてるんですけど、左側がぴったり感が強いですよね。はい、うん、反対側に、はい、うん、ムチムチ、うん、ここが確かにムチムチ、はい、感じですね。高齢者もその分左側の方が濃くなってる感じがあるので、でしっかりこの辺からグッと上げて、はい、はい、しっかり側頭筋も緩めていきますね、はい、お願いします、はい、です。先生が皆様だから、あんまり私がメンテナンスすることはないんですけど、うん、今日は初めて見つか、あ、でも1回ありましたね。1回あります。はい、ですね、2回目ですね。2回目です。スペシャルコースで、はい、楽しみです。結構寝れないのがって言ってましたけど、うん、いつ頃からその症状というか続いてます。いつ頃からですかね。結構長いです。長いと思います。きっかけとか、今寝れない理由がその子供と思ってるので、うん、それかなと思うんですけど、はいはいはい、出産した時ってなんかあんまり夜中たとえ起きてもですね、はい、あんまりそのきつさを感じないというか、なんか母親だったら起きて当たり前でしょみたいな感じで自分で思っていて。なるほど、うん、疲れが出てくるんでしょうね、徐々に。副交感神経が優位になるので今日は寝れますよ。寝れますね、はい、本当に楽しみです、うん、だからスマホはあんまり寝る前は見ないでくださいね。そうします。最近脈が弱いですね。あら、うん、でもパンがちょっと強いというか、感じですね。ストレス。ストレスですね。ですね。腎が弱ってて、疲れが溜まってて、もうまた引っ張る。内臓は良さそうですね。こっちこっちがちょっと、うん、感じあります。左の手相の横ですよね。うん。足の方から針していきます。はい。息子さんは悪ガキって言ったらあれですけど、やんちゃですか。やんちゃですね。やんちゃです。最近くるくる回るものが面白いらしくて、扇風機とかですよね。あ、丸いものが面白いみたいで、電気見つけて指さしたりとかね、アンパンマンとかです。あ、やっぱりアンパンマン好きですか。アンパンマン好きですよ。でもアンパンマン見てもアンパンマンって言わなくてアンパンって言うんですよ。アンパン、アンパン、アンパン、ただのアンパン。アンパン、体を治療ですね。打ち終わったところで、お腹のさっきの硬さのところを見ていきますね。お、だいぶ柔らかくなってますね。痛くないですよ。いいですね。うん、整いました。すでに眠たくなってきました。あ、寝てもいいですね。交感神経がいい感じに今切り替わってくれてる、うん、
本当に針って眠くなりますよね。眠くなりますね。結構患者さんで、うん、寝る人多いんですよって言った時に、針打ってるのに寝る人なんてみたいな結構言われるんですよ。やりえない私絶対寝ないみたいな言う人結構寝てます言ったでしょっていう、うん、眠りの質が良くなりますよね。そう、結構深く寝れますよね。そうなんですよ。だから本当にこの施術時間、はい、まあ、1時間ちょっとぐらいじゃないですか、はい、この時間でなんかめっちゃすっきり眠れましたってことも本当に多いので、うん、この1時間でぐっすり眠れるってすごく、うん、いいですよね。いいですよね。もう家で寝れなかったのにみたいな。シャキシャキですよ、その後。眼輪筋がガチガチですね。では今からレーザルポイント打っていきます。はい、はい、来ますね。来ますね。うん、ずっと来ますね。全部来たので、これで10分程度時間をしますね。ゆっくり寝ててください。はい、なんかすごい血行が良くなったのが分かります。顔が、はい、寝てましたもん、ね、寝てましたもん、ね、ゆっくりできました。私も早く目覚ましてされてるのを見るとされたくなっちゃいますよね。確かに。最初にした時より歯が綺麗になってる。本当ですか？ありがとうございます。あれしたの何ヶ月前？ 3 ヶ月前ぐらいだと思うんですけど、はい、うん、なんか歯が綺麗になってますよ。うわ、うん、いいですね。よかった。美容神経師あるあるですよ、うん、ハンナに入ったら綺麗になれるっていう、はい、おいいですよね。いいですね。それはゆっくり起き上がりましょう。はい、はい、では先生、ではまず体の動きから見ていきます。合うな合うな合うな。高さが違いますね。もうさっきもそうだったんですけど、めっちゃ揃ってます。おお、いいですね。めっちゃ軽い。さらに動きが良くなってます。はい、触った感じも全然違いますよ、ね、痛くない。首動かしてみましょう。はい、左お動きます。いいです。左の伸びた時の肩甲骨から背中の違和感どうでしょう。ないです。ないです。すごい見えます。すごいすごい視線がかなり良くなってますんで、まっすぐなった感じがします。ですよね。メ、はい、ンテナンス完了です。完了です。あ、お顔チェックめっちゃすっきり出ましたね違います。このシュッとした感じ、はい、頬が高くなってます。うん、ですよね。あと目の開きもかなり良くなってるので、軽いです。で、笑いやすいです。この頬の周り、はい、胸骨の周りが結構硬くなってたので、結構ロイヤルポイント使って、はい、奥の方までしっかり緩めてるので、かなり笑顔が作りやすいというか、はい、笑いやすく、はい、いい笑顔が、うん、ってこう上がります勝手に、ね、はい、口角がちょっと下がってるっていうのが気になられてたので、しっかり上がりやすいよ。上がりやすいです。うん、きっといい笑顔ができるようにしてます。では、こんな感じです。いいですよね。めっちゃ綺麗に整ってます。だいぶ表情変わりましたよね。はい、ね、思います。指定しました。しましたよね。色が、色目も、うん、盛り上がりが指摘されたんですけど、はいはい、そうですね。ないです。すっきり、はい。特にここ内側の方ですよね。かなりもっこりだったんですけど、はい、肌がすごく白くなってて、はい、ストーンが明るく。はい、小川先生、お楽しみ様でした。はい、
楽しみ様でした。どうですか、お顔は。すっごくすっきりしました。はい、じゃあ見ての通りすっきりしてますよね。最初気になってたフェイスライン、口角、目の眉間のシワとクマと、うん、すごくすっきりしましたし、うん、顔全体の血行は良くなって軽くなりました。笑いやすくなりました。笑顔が出やすく、はい、今メイクされてるんですけど肌トーンがね上がりましたよね。ファンデーションの量も少しで良くって、はい、さすが、やっぱりハリっていいなと思いましたですね。寝ないって悩まれてたんですけど、地震中にスーッと眠られてます、はい、眠れましたね。眠れました。体のハリの後にも良くなってきましたって言われてたから、はい、よしと思って、はい、体が脱力してくるのが分かりました。こんな感じで手術中に眠たくなるぐらい患者さん自身もリラックスできるので、初めての方であっても全然不安なく受けられますよね。受けられます。針ってちょっとどうなの、怖いなっていう思われる方も安心してできますので、ぜひぜひご体験していただければと思います、はい、うん、まあ一番の悩みの肩ですよね、はい、肩こり、お子さんの抱っこでかなり肩を酷使されてるお浜先生なんですけど、うん、すごく軽くなりまして、うん、肩の左右差もなくなってるのが驚きましたね。やはりすごいな、効くなと思いました。肩甲骨リリースでかなり良くなりますよね、はい、うん、動きも良くなります。こんな感じで左右差、肩のバランスが整っていくので、一緒に美容神経とオプションとして取り入れていただくと、さらに相乗効果で、ね、はい、体もすごく楽になります。なります。今日は先生のメンテナンス、次回私も小川先生にしてもらいたいなと思います。はい、頑張ります。はい、お願いします、はい、でも本当にメンテナンス大事ですよね。大事ですね、うん、あとはやっぱり針の良さっていうのを再確認できる、できます、うん、はい、大事な時間なので、うん、私たちも楽しく勉強しながらさせていただいてます。これからも様々な美容情報、健康情報、そして先生方の情報も配信していきますので、評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画です。はい、それでは行きましょう。行きましょう。もう一回行きます、はい、こうですか。どうしよう、これが気持ちよくね、ここ、あ、はい、こっちの目です、ね、それでは施術をやっていきましょう。内側が完全に詰まってますね。男のシワはなさそうですね。ありますか。はいですね、いい子じゃん。これおじさんなんですけどね。おじさんなんですけど、はい、ありがとう、失恋できたね。はい、ペット、それではまた次回の動画でバイバーイ。